うめえ。うめえ。何してんの？これをこれ入れて乾物を戻すんで、はい、お湯を沸かしてください。はい、はいはい、野菜戻しました。はい、おつゆ入れます。夕飯ですね。お湯入れて必ずこれは出してください。一応スプーンがついてます。広げて見えねえ。いいよ。さあ、水筒も温め直してできましたね。こっちで大丈夫？はい。具が残っちゃった。太陽光充電。いただきます。ちょっと開けてやって、うん、はい、開けたよ。つゆだくの牛丼のご飯みたい。ああ、いいね、つゆだく。水筒です。こんな感じです。いただきます。どれ食ってみる？熱い。こっちもうちょっと蒸らしてちょっとつゆだく牛丼みたいになってる。暗い、うん、牛飯は見えるよ、うん、いいんだ牛飯、うん、食います。はい、美味しくない？うん、美味しくなってるよ。ごちそうさまでした。食後のお茶、うん、まだ5時55分、うん、今ですね7時20分もうこテントの中ですね、こんな感じです。こんな感じ、分かんねえか、暗くて
まあ、まだ7時20分だからいいんだけど、外あのジジイとババアがうるさくってまあ耳栓してるんでどうだっていいんですけど、ね、カブママがヒュッテで、唐沢ヒュッテですね、買ってきた大設計日本酒、ちょっと飲んでみたいと思います。何？いい香りがするよ。大設計？うん。大設計だから何？大設計飲みます。どれどれ。ああ、大設計って感じするよこれ。あんたはいい。一応酒のつまみがないんで。こんなの食います。日本酒と甘いの。糖尿になりそう。うん。こんな感じ。うん。もうよく寝れそう今日。おはようございます。日曜日の朝ですね。今日も青空ですね。すごい、3日間通した青空。6時25分ちょっとテントの中で、ちょっと寒いんでまだ。もうお湯沸かしてですね、朝飯はちょっと変な風に潰れちゃったパンと、まあ、ロースター、それとフルーツミックスですね、桃とあとなんかいろいろ入ってる、それとコーンスープ、キノコスープと、これがペペロンチーノ、佐竹のマジックパスタシリーズですね。これは結構美味しいですね。ですか、これで飯食いたいと思います。はい、じゃあまず パスタだけ入れちゃうから、はい、じゃあ時間差からさ、うん、熱いよね、うん、ちょっと見て加減、あ、加減、あ、ちょっと待って、メモリが逆にするから、あんたが見てて、うん、どう、ストップ、こんなもんかな、うん、参考でめっちゃんこになったパン弱火で、僕ね、あんまり焼いて食べないんですけど、なんかあまりぺっちゃんこなんで、おお、いい感じじゃない、どれ、あ、ちょっと焦げちゃった、まあいいや、どれどれ、いただきます。コーンスープいただきます。あー、うめえ、すげえうめえ、フルーツ、うん、これが好き、マジックパスタ美味しいんですよ、はい、はい、
数少ない食えるやつの一つで。そうだね。うん、これめちゃくちゃうまい。うん、これはちぎってスープに。スープに。スケパンだよ。スケパンして食います。うん、うまいよ。ね、めちゃくちゃうめえ。これうめえな。フルーツのっけてフルーツサンド。はみ出る、うん、はみ出るフルーツサンド。うわ冷たい。1個減らそう。1時5分ですね。いやー傷ついちゃった。はい、あ、ゴミが落ちてる。よいしょ、はい、これでゴミは落ちないね。じゃあ行きますか。はい、じゃあ徳沢を出て帰ります。9時半かっぱ橋着です。ちょうど徳沢から、1時間20分ぐらいかな、 6.4 キロ、1時間20分、いいペースです。よし行こう。金土日と、行ったですね、唐沢カール、唐沢ヒュッテ止まりで、2日目はヒュッテからパノラマコースで、空転した徳沢で止まって、3日目今日ですけど、朝7時10分ぐらい、出てきてですね、今梓川のたもとです。3日間こんな素晴らしい空で、恵まれてよかったです。これで3日間の旅、バスターミナルまで行ってですね、サワンドまで行って戻りたいと思います。どうもどうも。